はい、最後だ。返せ！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 返せ
だ。あいつは、あいつは、あいつは、さあ、こっからこっからこっから。
を今井大会でも敗れてしまいました。明日のアクロス福岡大会ではトライアンゲート王座決定トーナメントに自分と兄弟と藤原がエントリーしています。持続初勝利がないままトーナメントに挑みますが、明日は必ず勝利して僕たちが勝つとこをお見せできるように大番狂わせ起こしたいと思います。よろしくお願いします。トライアングルゲートの前に負けてしまってめっちゃ悔しいっす。くそー、まあでも大番狂わせあるかもしれない。だからこそ僕たちがその鍵となるんじゃないでしょうか。見といてください。必ず期待をいい意味で裏切ります。いやあ、ね、勝ちました。勝ちました、ね、もうだいぶね高齢化してきたね、俺とジェイソンイケメンタッグね、まあ、あの二人もまだね元気いけどまだまだ負けるわけじゃないから、バイトルも明日なんかトーナメントあるらしいよ。明日ですか。まあ頑張ってほしいね。まあ、とにかく今日はね寒かったしチョップが痛かったよ。ジェイソンの声でかけて帰ってたんで、まあ、また機会があったら来るなと。ありがとうございます。伊万里大会初開催の土地となりました、伊万里市大会ご来場いただきまして誠にありがとうございました。こんな大変な時期に初めて開催できる土地があるということにもう非常に感謝しております。今日もね、お客さん見てるともう待ってましたと、プロレス本当に心から楽しんでくれるちょっと反応で非常に見てて嬉しくなりました、今日佐賀県の伊万里市初めて来たんですけど、こうやって初めて来るとやっぱり久しぶりに九州全県もね、回れるならちょっと回りたいなっていうのが、思いました。何年も行ってない九州の土地もありますんで、いつか九州全県ツアーなんかできたらいいなと、今日の試合見ながら思ってました。本当にありがとうございました。明日はおなじみ福岡県アクロス福岡昼夜、2大会ございますんで、明日の福岡の皆さんご来場もお待ちしてますし、ネットワークも明日は入りますんで、ぜひそちらの方もご覧ください。今日はありがとうございました。